じゃあ、安倍昭恵さんっていう人は実は何かって言ったら、あれは、ある人氏や。安倍昭恵さんの方が人氏や。安倍晋三さんの方は、強しというか、アスカ、見たアスカ。で、だから人氏の方が、あ、また押さえちゃった。人氏が嫌がるの。カッサンドラの反対な。アポカイナーやったっけ。まあ、それが人氏で、カッサンドラがアスカ。もう常にさ、その子。さて、で、アポカイナーやる、その、安倍昭恵さん。には、でも、さっき言ったように、二つの選択肢しかないと。安倍昭恵さんは七つの選択肢があるけど、ただし、その七つは、安倍晋三首相が失脚するまでの間に、うちに言わないといけない。どれをやってくださいと。で、それが実際、うちが、今回やる予定になっていることかどうかっていうのとはまた別やねん。だから、うちが今回やることになっていること、違う選択肢を選んだ場合、それは、失敗や、終わり、せえへんわけですよ。だから、選択失敗ってことね。向こう、選択向こう。だから、これしてくれませんかって、うちにアピールされた場合も、うちが今回することになってなかったら、それはうちせえへんから、まあ、お流れって意味なしとかね。まあ、選択向こう。だから、成果を選ぼうってな、その、でも、その7つっていうのは選べるの。じゃあ当たってんかってみない。なんで7つも余計かく乱されてるやんって。そりゃかく乱されてんだよ。やった7つも選べるのって。もっと損になってるよってな。だからその大きいつづら、小さいつづらの下切りつづらの、あれの変形やな。ただね、自分でやるんやったらうちに頼まず。そうやって勝手にやってるけど、たぶんそうやって手越さんのことやったら、江口さんは二つの選択肢がある。ね。それは、農家をいじめるか、それか、おかち町で、覆面ダンスして、で、喧嘩三昧の時期で最後の脳、頭にぶつかりすぎて、脳出血で死ぬ。この二つのコースしかないね、あの人が。で、昭恵さんがじゃあもし、江口さんに頑張れ、っていうのを選択したけど、ね、そんな程度の選択肢には。その時に、じゃあ、昭恵さんとの関係上、瀬越さんは農家をいじめるしか選ばない。大プランテーション主、日本人相手、職人主、高度。しかも手をして先住民の人間。めっちゃ悲惨な選択肢やろ、それ。でも、昭恵さんが手越さんっていう、その、7つのうちの手越って選択肢があるんだよ、6から5ぐらいに。どこやったかね。まあ、豪華なことは選んじゃったら、5でも6でも一緒。選んじゃったら、瀬越さんは結局、プランテーションごっこするしかなくなるやろ。日本で王様ごっこ。ちょっと、あーと思うかもしれんけど、日本相手に植民地のプランテーションオーナーのことしよう。相手も、まあ、春菜系やからな、農家。まあ、木こりとかになったら、うちらさんじゃなきゃやけどな。都会にはいろいろあるけど、山とっていうのはもう、都市生活しかできへんやつはもうほとんどやった。っていうのは、遊牧民っていうのはね、遊牧できへんところも都市生活しか向かへんねんですよ。中国も同じ事情。っていうわけやったら、めっちゃ罠多いやろ。今回のこのシナリオ。あ、うち書いたんちゃうやん。あ、書いてんすよ。ようこんときに書いてん。ずーっと昔やろ、やらい。第三宇宙とに書いてん。そのシナリオまだ使ってんの。なんでかって第四宇宙の時に、うち、エロ三昧のサイトが書かれんかったほんの。で、第五一もこう、最終ターンでやっと書けるようになってん。それぐらいぐちゃぐちゃになってんけど、遊女の苦しみをしれっと怒られたから、第三の悪口で飽き子になった頃に、自分だけ楽してた。自分の世界だから、自分の宇宙だから、全知恵主知やし、自分のマトリョーシカだから、構わへんだけど、そう言ったら、いや、体の中で何が起きてるか知ってよって。あんたそういうのは、自分の体っていうのはもちろん正しいけど、だけど自分の体の中で起きてること知らないと自分の病気をいつまでも謎のままでしょって。そんなエロなんかしてんかと普通の交際してるだけやから。セックスよくしてんの好きやったし、相手も好きやったし。それが原因でこうなってるんだよって。えとかって。彼氏がいろんな精神持ちすぎてるぞって。果てなかった。で、言わんとこな、それが誰やったら。で、まあ言わんとこ、もうめっちゃヒントバリバリやけどな。ほんでだから、結局、
第二三の終わりぐらいに壊れて、で第四第三第四物語に書かれる。ただ第四に物語書いてくださった先生方が、その先生方は今回いらっしゃらない。ただ自我になってる、生まれてらっしゃらない、その先生方。でそれがずーっとマスカの悲惨な、まあ、工業工業業だったりね、その時がずっと死ぬ、同じ目になってくださって、それの一部、うちの遺伝子の一部になってる。だからうち自分の書いた物語としてそれを書いちゃうねん。まあ、アマの細胞遺伝子の一部になってるってことね。だから第5宇宙とか第4宇宙では自我遺伝子としてずっと苦労を共にすることだった。だから第5宇宙では最初から花からアマの細胞遺伝子をやってんねん。だからその時に第4宇宙に書いてくださった先生方は生まれへん、生まれてへん、アマが書いちゃうことになってたから、そのために契約してくださって、それをごく自然に書いちゃうの。自分で考えた話しちゃうんけ、クラッ。そうや、そうやねん実は。でもその先生方がこうしないとアスカは救えないって言ったら、言うことになって、だからもう必死で書いたことだな。でこれを君は絶対次書かないと、君が書かないと完全に発動しない、他の先生が書いたら発動しないけど、僕らでもそうなんだと。だから誰か分からないと気になってた。その先生の作家で、物語作家で。で、今回はその人だけ、うちの担任の先生に一回だけなってくれた。それがやる。僕はお父さんだし。まあ、ただ一時期うちのペーラー守ってくださって、禁断戦時代のその先生そっくりの顔になってた。特に高校に行ってからや。あ、そうね。高校に行ってからでもちろん。高校の担任先生。一年だけね。で、そんな感じで、まあ、そんなくなってるよな。で、その先生ばっかりや。実は、もし行きたかったら、同時代の社会人としてはもういらっしゃらないってことだね。で、今回その物語は書いてらっしゃらないから、うちが書くことになる。そうね。そういう契約からそうなんだけど。なパチッと開けちゃうで、だからな。で、そうしないと救えないとおっしゃってくださって、第一の終わりごろに何回もコンコンとコンコンと、死にかけの、色をされすぎて死にかけのうちのね、上からは、なんか聞こえた、先生だしね、なんか聞いたと大丈夫だよね。だからこんな話、泣いたらこういうとこになるんで、先生君のうちの遺伝子一部にこの物語に持ってことになるんですよ。で、書くことになるけど、大宇宙の話が、大宇宙とは、君がアスカで亡くなることになる。君の夢を通ることになる。ここまで知ってたら王子になるな。まあ、王子の決心になる。なんか問題ないでしょ。新しいものを書き始めてるから、もうプロットの段階でね。書くときはね、ざーっと書いちゃうから。プロットのときにね、時間かける。プロットの方に時間かける。時間も。どういうか分からんな。プロットの方に労力と時間をかけています。頭もプロットの方にこそ使っています。